そうですね、早い段階からかなりそうです、ね、激しい展開になったんですけど、まあ、そこでそうです、ね、バランスのこう取り方が分からなくて、そうです、ね、こう少しずつこうなんていうかこう先手陣を手厚くされて、そうです、ね、まあ、苦しい形勢になってしまったのかなというふうに、はい、思います。そうです、まあ、その後そうです、そうです、まあ、終盤もまあ少し難しくなったかなと思ったところもあったんですけど、ただそうです、またそうです、苦しくなってしまって、そうです、まあ、最後はそうです、まあ、はっきり負けというところもあったかなと、はい、思っています。ただ途中の形勢判断を多分正確にできていなかったの で、 そうです、ね、終盤勝ちになった局面はあったとは思うんですけど、 そうです、ね、その一つ一つの局面に対して、正確な判断はできていなかったような気がするので、はい、その点は課題なのかなと思います。ではすいません、では藤井さんから皆様に一言お願いできますでしょうか。本日は大盤解説会に本当に夜遅くまで多くの方にお越しいただきましてありがとうございます。そうです、そうです、まあ、この5番勝負、そうです、振り返ると、そうです、そうです、やっぱりまあ中盤で交差を作られてしまうという将棋が多くて、そうです、自分 の、 その実力不足と、また永瀬王座のやっぱり強さを感じるところが多かったなと思っています。それさ、これもすごくとても勉強になったシリーズだと思うので、そうです、ね、これをこうまた、まあ、糧にして、そうです、ね、実力をつけていけるように今後も取り組んでいきたいと思います。本日はありがとうございました。はい、一言お願いできますでしょうか。はい、本日はお越しいただきましてありがとうございます。そうですね、シリーズ通してそうですね、まあ、チャンスが、あって、まあ、そうですね、前にタイトル戦を藤井さんと指した時より、差が縮まったのかなとも思えるシリーズではありました。ただ第3局第4局がそうですね、第3局は難解でちょっと自分の力だとまあ簡単ではないというか、はい、まあチャンスがあるので逃したくはない将棋で、本局の第4局ですと、まあ、途中までそうですね、予定の動きで、全体的には押し気味だったと思いますので、ただまあ終盤の2点3点で、まあそうですね、はっきりこちらの勝ちになった局面があったかと思いますので、そこを逃してしまって、はい、とても残念だなと思います。そうですね、まあ、個人としてはもう1局、はい、指したかったんですけど、そうですね、はい、まあゼロから、はい、勉強して頑張りたいと思います。本日はありがとうございました。